안녕하세요바울입니다はい、ということでおはようございます。ということで朝ごはんを食べにまたもや明洞にやってまいりました。明洞多いなって感じですよね。でもね、明洞ね、紹介したお店がいっぱいあるんですよ。プラスコロナが明けてからお店いろいろね紹介できるようになったので、お店もねまた開店とかさ、時間がね変わったりとかして食べるようになったので、今日も明洞で美味しいお店を紹介していきたいと思います。ということで今日のお店はですね、朝6時からやってる、はい、お店だそうです。もう春が近づいてきてるんですけど、寒いのであったかいチゲとかね鍋系を食べに行きたいと思います。で、待って、私が最近紹介したさ、上座炭のお店さ、24時間営業なんだけど閉まってるんだけど、どういうこと？24時間じゃないんかい。ということで今日はね、明洞にあるそのチゲ系のお店を紹介するんですけど、ここのお店ローカルのね会社員さんたちが、まあ、美味しい美味しいって言って食べに来る隠れたお店がね明洞にあるらしいので、今日はそこに、はい、行って食べてみたいと思います。で、明洞なんですけども、出口が一番近いのがね、ウルチロイック駅の、ウルチ2番出口になりますね。ここのじゃん、ここになります。じゃあウルチ2番駅から出て、はい、ちょっと歩いていきたいと思います。ということで、向かっていきたいと思います。それではゴー。はい、じゃあこちらがウルチイック地下ショッピングモールのウルチ2番出口になります。で、ここ見るとウルチロイック駅、ウルチ入口駅につながってるよみたいな感じで、はい、書いてあります。っていうかさ、見てこっち側にすぐね、見て、私が最近紹介したカムジャタンのお店があるんだけど、お店やってないんですよ。定休日とかなんか分からんけどお店がやってないんですよ。どういうことだろう。とりあえず今日は月曜日なんだけど、月曜やってないかな、ちょっと調べてみるね。はい、ということでこのまままっすぐ行きます。ていうかさ、今8時前なんだけど、こんな朝からやってんだね。やっぱ明洞は違うね。大体韓国ってさ、明洞以外のところは、まあ、早くて10時、遅くて11時とかね、12時スタートの食べ物屋さんが多いんだけど、やっぱ明洞は旅行客に合わせてか分からんけど、カフェとかもめっちゃ早くやってる。あそこの前も見たカフェもめっちゃ早くやってるし、やっぱ明洞は動くの早いですね、開始時間が。はい、ということでこっちのね道に、このスカイパークホテルの方にまっすぐ行きます。はい、ここめっちゃ私が紹介したね抹茶系の、はい、カフェショップなんですけど、カフェショップなんだろう、ここ行くと、はい、ハルモニカルグッズがありまして、後ろにはユジプンシックがありまして、あ、見つけました、じゃじゃん、この薬局とノリノリオーク。ノリノリ王国でもなんか出ちゃってるから、もしかしたら他のお店に変わっちゃうかもしれないんですけど、これ分かりやすいですね。じゃん、キムチチゲコルモッチっていうところに今日は入っていきたいと思います。なんかおかゆとかもいっぱいあるね。じゃん、じゃあ入っていきたいと思います。すごいなんかコルモッチっていうのがこういう感じなんだけど、ザ・コルモッチですね。おー、あー、食べていきたいと思います。いやせーよー。혼자요?네, 한명이요. 불편하지 않으세요? 한국말 잘하시나요? 네? 한국말 잘하시죠? 일본에서 오시지? 네, 일본에서 와가지고 지금 여기 살고 있어요. 일찍 오셨네? 네. 한국에 사는데? 네, 오늘 새벽 4시에 일어나가지고 왔어요. 여기가 인기가 많아가지고 낮에는 사람 엄청 줄 선다고 봐가지고 사람 없을 때 오려고 오늘 빨리 일어났어요.김치찌개는만원으로올라간오른거예요?가격은?네, 예, 예.저거라면들어간거.아네네.그럼라면들어간만원.그러면김치찌개하나주세요.만원짜리?네.라면안넣으면9,000원이고요.오.메뉴서와이런感じです.김치찌개가9,000원인데도라면이入ると10,000원이됩니다.찌개系가다다다다다다이빠야돼.참치김치찌개,스나김치찌개,돈대찌개,부대찌개,된장찌개,순두부찌개,오징어볶음,생선구이,사과나,とか,담마고야끼,とかいっぱいある.물론,お肉も.
何でもあんなここ、はい、ということで今ねお店入ってきたんですけど、テーブルが 1,2,3,4,5,6 6個あって、2階にもどうやら席があるらしいんですけど、そこまでお店自体が広くないらしいです。だからお昼時間になると、あの会社員さんたちがめっちゃ並んだりとかして、そう結構混むらしいので、今日は、ね、朝パラやってきました。どうやらここ筆つげも美味しいらしいんだけど、キムチチゲがめちゃめちゃ美味しいということで、今回私は普通のキムチチゲにご飯がついてくる9000ウォンのじゃなくて、キムチチゲにラーメンが入ってる、はい、1万ウォンのキムチチゲにしました。コスパっていう感じのね、安いお店じゃないけど、朝6時からやってて、ミョンドンで美味しかったらまあいいんじゃないかと。半개도반개도가격은똑같은거예요아침에는많이못먹었어요아오전에갔는데 저많이먹는데 네감사합니다 もう今店内日本人だけですね。そうだよね、日本人にいたら日本語必須だよね。日本語、中国語とか。最近は韓国、中国以外の東南アジアのお客さんもすごい多いから、そっち系の言葉も増えるんじゃないかな。とりあえずメニューには日本語も書いてありました。すごい店内みんな日本人だ。あ、네주세요。めちゃめちゃ美味しそうじゃん、やばくない？じゃん、はい、じゃあおかずの紹介します。おでんポックンとほうれん草のナムル、それからキムチ、そしてこれがスパムですね。そして私ラーメンがあるからご飯出ないと思ったんだけど、ご飯もじゃん出てきます。これでマンウォンですね。1万ウォン約1,000円。じゃん、じゃあ食べていきたいと思います。아연순이전복죽하나무슨죽하나もうここで朝からさ、あのおかゆ食べる人が多いですね。見て、お肉も入ってる。いただきます。すごい異国感がやばい。エビエビ。カバンが。カバンパン。セブン。セブン。セブン。オッケー。麺食べてからのご飯入れるやつやばい。모듬죽두개자연송이전복죽하나소고기하나보다なんかね、韓国人がこの店に来た時に、ここのね、キムチチゲの味をウルチスロッタって言ってたの。ウルチスロッタって、ウルチロって昔からあるね、あのなんていうの、お地域だから、昔ながらの味って言いたいのかな。かなり味は濃いめです。この店結構日本人来るんだな。今外で順番待ちしてる人も日本人。ここは私が紹介しなくても全然日本人知ってるお店だね。ミョンドンだったら知ってないことの方が少ないか。多分みんなの方がたくさんミョンドン来てると思うし今赤ちゃんの声聞こえたから思い出したんだけど、最近 DM で赤ちゃんをね連れて行きたいんだけど、おむつ替える台とか粉ミルク用のお湯とかあるようなとこありますかみたいな、そんな感じで聞かれて、あ、そういえば私自身子供がいないからそういう視点で見たことないなと思って。ペッパーちゃんデパートとかのトイレとか行くとおむつ替えの台とかあるとか、授乳室とかあるとかあると思うんだけど、普通のトイレにはねそこまでないと思うんだよね。ちょっとねこれスーパー系とか行くと子供のねおもちゃとか売ってるとこがあるんだけど、そういうとこには授乳室があったりする。日本でもさ、私子供いないからそういう視点で見たことないから日本と比べられないんだけど、でっかいデパート行くとそれなりにあるみたいな感じかな。お湯があるかわかんない、今度ちょっと入ってみるわ誰もいないときに。子供が泣くからって
そこまで電車とかでうるさい人はいない。うるさいの静かにしろよっていう人よりも、いや何歳なのみたいな感じで寄ってくるおばちゃんたちが多い。だから旅行で来るとなんかすごいいい思い出で帰れるけど、住むといい加減聞かないでほしいみたいなぐらいすごいガツギがすごいらしい。肉買い。あ、ね、天気してや。ね、けんちゃんの住みに行った。オッケー。ちょうど今のね、私の年ぐらいで友達みんな子供産んだりとかさ、早い子は小学校とか入学してんだけど、うちのがさ、小学校、中学校とか幼稚園だった時とさ、今全然違うじゃん。まずスマホとかさ、持ってちゃダメだったし、ランドセルとかもさ、前は赤と黒だけだったけど、今ピンクとか紫とかベージュとかあるしさ。一チゲ맛있어요？네맛있어요。새벽안자고일찍오기를자고있어요。なんか自分の時の学生の常識とか通じなさそうでさ、困りそう。え、こんなのもダメなのか、え、これやっていいのみたいな。あれとかなくなってたらいいな。給食全部食べ終わるまで掃除時間もずっと食べさせるやつ。いろいろできるとか、ちょっと緩くなるところもあれば、なくなるものもあるんだよ。なんかさ、丸いジャングルチームみたいなのあったじゃん。ガンガン回してさ、吹っ飛ぶやつ。あれも危ないからじゃなくなったしさ、めっちゃ楽しかったの。昔はなんか、怪我する楽しみじゃないけど、怪我しても楽しかったみたいなとこある。なんかすごい新鮮。今だいたい私のいて4テーブル中2テーブル日本人で、さっきもうテーブル日本人行ったんだけど、誰も私のこと知らないからめちゃめちゃ撮影がスムーズ。なんかさすがに市長さんいるとさ、なんかしてあげたくてうずうずしちゃうんだけど、初期に戻った感じする。でこのお店で一番優しい人誰か知ってる？みんな厨房のお兄さんが一番優しい。あー、しかもなんかベビーカーね、持ってきたんだけど、ベビーカー外に出すのも手伝ってくれる社長さんが優しい。ジャンボカーナー頼まないで。ジャンボコ、このおかゆも美味しいかな。벌섯밥이나온다고요？나중에몇시쯤부터나오나요？11시부터 2시까지만보려요。어머，그때와야겠다。다음에는벌섯밥먹어야죠。예예。잘먹었습니다。고마워요。네수고하세요。짜잔기타朝11時から2時までの間は石焼きかまぼ、え、あ、だっけ、石だっけ、卵ご飯が食べれるらしいです。え、11時に来ればよかったなこりゃ。はい、ということで、じゃあコーヒーベイに行きたいんですけど、なんかすぐここにコーヒーベイ書いてあったけど、ここははい、こういう店舗ですね。なので消化券少し歩いて違う店舗のコーヒーベイに行きたいと思います。いやー、朝のミョンドンてかね、思った。私が8時前ぐらいに入ってきたんだけど、その時はまだ1テーブルだったので、8時過ぎてぐらいからバババって入ってきたから、なんかミョンドンで行動する人たちは8時から行動がもしかしたら多いのかもしれない。でも確かにそうだね。女の子なんて起きてシャワーしてお化粧してってしたら大体2時間、短くても2時間、まあ、何人かでお風呂入ってってしたらさ、3時間4時間ぐらいかかるわけじゃん、準備に。そしたらさ、いくら6時とかに起きてもさ、早く出ても8時か。男の子とかだったらまあシャワーバッてしてひげ剃ってみたいな感じで終わると思うけど、ということで今日なぜこんなコーヒーベイに固執してるかというと、クーポンがあるんです。コーヒーベイもチェーン店で、ね、ベーグルが美味しいです。個人的にも何回か行ったことあるんだけど、ベーグルが美味しいです。で今ね、ミョンドンのこのソンダン聖堂の前にいるんですけど、またあの
ポン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 ってあの木魚の BGM 付きです大変だな、足腰めっちゃ強くなりそう。じゃあ道をねちょっと映しながら、はい、歩いていきたいと思います。じゃん、はい、じゃあここが有名な明洞聖堂でございます。左側に行くと内路がありますね。あ、そうです、こんにちは。あ、本当にどこ撮ってるんですか。今撮ってます。こんにちは。今からお粥食べに行くんですか。美味しいからぜひ。昨日から会えたらいいなと思って。本当に ありがとう。てか寒くない？楽しんでください。バイバイ。視聴者さんに会った。しかも話しかけてきた時もすでにお母さんがカメラをこう構えてたの。なんかあーってなって、カオルさんですかってなったから、そうですっつってお母さんの携帯で一緒に動画を撮りました。大丈夫、口なんかついたりとかしないかな。どうやらあのお粥のねお店に行くらしいです。そう、今みたいな感じでまたプリクラとかあげなかった。もうテンパりすぎて、超なんかみんなマジで言ってなんかくださいって言って、本当に私何でも思ってるから、もうなんかパブロンでもいいからあげたい。本当になんかなんならこのピンとかあげたいからさ、本当に持ってるもんなかったらマジで脱ぐ勢いでなんかあげたいから、マジで本当みんななんかくださいって言って、なんかすげえがついてくんなとか絶対思わないからさ、なんかくださいって言ってほしい。アメちゃんとか持ってるからさ本当に。いやなんか最近マジで外出ると絶対視聴者さんに会うから嬉しすぎ、最高。会えないかなって思ってたとか言って、私が一応そう思ってるよ。でもマジ私サドリが苦手すぎてさ、超ブサイクのうちさ、どうしよう、実物の方が可愛かったですって言われるってことはさ、写真写りどちゃくちゃ悪いってことだよね。幼なじみがさ男の子2人いるんだけど、私が YouTube 始めたぐらいだったかなに、ね、なんか LINE してきて、カオルってさみたいな、マジ写真写り悪いよねって書いて、え、私的には結構漏れたっていうか、もうアプリとかも使ってさ結構漏れた写真をさ SNS に上げてるわけじゃん。それ見てさ、カオルってマジ写真写り悪いよねとか言われてさ、結構ショックだったんだけど、え、私の中で結構これ100点満点的な自信持って SNS に載せてんのに写真写りクソ悪いとか言って言われて、でもね本当ね写真写り悪い人っているんだよ。それでもまだ私はさセルカの技術を磨いてきたから、マジでね、あの自撮りは本当に自分でもこれ結構いいんじゃんみたいな感じで撮れるけど、あのね私の知ってる中ですごい写真写りがマジでどじゃくそ悪いのはミスターなんですよ。ミスターマジで写真写り悪いの、なんかもうね別の人なの、目の前で写真を撮ってるのに画面に映ってるミスターと目で見てるミスター全然顔違くて、自分でも分かってるらしいんだけど、マジで写真写り悪くて、どう角度をつけても写真写りが悪いの。そういう人もいるからさ、写真って本当真実を教えてくれないよね。ということでじゃあ今日はコーヒーベイに行きたいと思います。ラッタラーン、はい、こちらコーヒーベイ、はい、じゃあ入っていきたいと思います。よっこらさい、あらやだ美味しそう。新しいメニュー、ゆずハイビスカスティー、美味しそうじゃん。これ美味しい、レッドクレンズって言って、なんかビットとか入ってる体にいいやつ。カンギュルオミチャチャ、え、これ美味しそうじゃん。サンファラテ、サンファチャ、え、じゃあ私カンギュルオミチャチャにしようかな。タピオカもある。フラペチーノは寒いから飲まない。え、じゃあ私はカンギュルオミチャチャにしよう。はい、じゃあこちらが私が頼んだカンギュルオミチャチャでございます。カンギュルっていうのがまあみかん、これです。これとオミチャチャっていうのが漢方のこうお茶のカフェに行くとよくあるんですけど、かなり酸っぱめのお茶です。酸っぱい系が好きな人にはおすすめです。じゃーん、一口。あ、本気のオミチャチャよりも全然飲みやすいです。砂糖が結構入ってる感じで、不思議。今さ画面に映ってる肌さ結構なんかボコボコボコってしてる感じじゃん。でもここの鏡で見るとめちゃめちゃ肌綺麗なんだけど、なんだ、照明の大事さってこと。本当だ、そうだね。あー、それにしてもさっき会った女の子めちゃめちゃ可愛かったな。美味しいものいっぱい食べる韓国旅行にしてくれたらいいな。とりあえず今日行ったお店は
美味しかったんだけど、まずねお店の中がめちゃめちゃ狭いんですよ。だから結構ギッチギチに、はい、詰められますね。今の時期まあまだいいけど、冬のペリダウンとか着てるこう時期だとかなり居づらいんじゃないかなって感じ。今の時間、朝ごはんの時間はみんなおかゆ食べたりだったりとか、キムチチゲ食べたりだったりとか、天然チゲ食べたりとかするんだけど、お昼特に夜になるとお肉をねそこで焼けるから、またそこもちょっと居づらいっちゃ居づらいかなっていう感じ。お店の店員さんの感じとご飯の味とそこら辺は全然良かったんですけど、ただ店内がめちゃめちゃ狭いから混んでる時間だったりとか、冬のこのダウン着なきゃいけない時期だと、まあ、結構大変かなっていう印象でした。私がいる間日本人が3組も来たし、その他にもあの海外のねあの観光客さんが2組も来たし、割とねあの観光客向けというか観光客の客層がやっぱ多かったですね。店長さんもすごく優しくて気さくな方だったので、はい、行って嫌な思いはしないかなっていう感じ。私いつもあの美味しいお店探すときに韓国人のブログとかよく見るんですけど、韓国人のブログにはキムチチゲとプデチゲのことしかほぼ書いてなかったんですよ。だから行っておかゆ頼んでるとこ見てちょっと逆にびっくりした。おかゆもあるんだみたいな感じで、まあそんな感じですので、ぜひね朝ごはん困ったら今まで紹介したハルモニーグッズだったりとかイェジプンシクだったりとか、それにプラス今回の、はい、コルモチップを追加して、ぜひ皆さんの、はい、韓国旅行のスケジュールに入れてみてください。それでは今回はミョンドンで朝から食べられるキムチチゲの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。